ウォールアイは、スズキモクスズキアモクペルカカザンダー族の一種の大型淡水魚である。英語では、イエローボールアイ、ピッカレルピカラル、イエローピッカレルとも言うが、日本でそう呼ばれることは稀である。和名としては、安倍宗明博士は、ビードロスズキを提唱している。ウォールアイの名は、猫のように光を反射する大きな目に由来する。ただし、 ウォールアイを名前に含む種は他にも多いので混同に注意する必要がある。制御体長は50センチメートル前後の個体が多いが、最大では1メートルに達する。その他基本的特徴は他のザンダー属魚類と同じくする。ヨーロッパの同族禁煙種パイクパーチの体側色彩が無彩色の傾向にあるのに対し、本種のそれは高褐色茶褐色と緑褐色が、 縦向き活やや幅広く不明瞭に入り混じる。眼球は赤い。カナダとアメリカ合衆国にかけて、五大湖ミシシッピ川水系に分布する。ただし、アメリカでは、その他の水域にも広く盛んに移入され定着しており、民間では、ノーザンパイクと混同されて、両者双方がピカラルと呼ばれている例が見られる。故障、河川に生息、冷水を好み、 他の水生小動物を捕食対象とする。このため、分布水域によっては、ノーザンパイクと生態形状のニッチが重複する。釣りの対象で味は非常に良いという、ありがとうございます。